青しくたに中皿個人像青しくたにとは、石川県で作られてきたくたに焼きのうち、見込みに青色を多く使った時期のことである。青くたにとも言う。青色といっても実際は緑色を呈しているし、時期といっても一般に半島半寺と呼ばれるように陶器のように見える。見込みには、動植物、山水、木下模様、名画などが描かれ、器の表裏を埋め尽くす塗り。 毎種で盛り上げて作られ、華麗豪華である。高台の中に、角服と呼ばれる二重四角の中に、福の木祥寺のある名を持つものが多い。青宿谷には、加賀藩の四藩大正寺藩九谷村で、慶安年間から作刀された国谷と呼ばれるものの中にも見られ伝生されている。青で、国谷などと呼ばれている。青で、国谷は赤色を全く使わないのが特徴であり。 紫、火、緑、根性のうち三彩、または二彩りを使用し、作品全面を塗り埋める技法が使われている。国谷時代を通して作られた。慶安年間とは、関ヶ原の戦いから戦後50年にあたり、武士に代わって台頭した、町人文化が自由活発の風に花開いた時期である。また、海外の文化、 技術を積極的に取り入れた安土桃山時代の、絢爛華麗な記憶が鎖国の中でもまだ残っていた時代でもある。青宿谷は、こうした時代背景をもとに作られ、写実精密緻密であるより、大胆奔放華麗の作風であると言える。空を飛び舞ううさぎあり、デフォルメの大樹あり、高素地に鮮やかな竹松あり、四彩りで色取られたユリありとまさに大胆不敵とも、 見える衣装である。国には発掘結果とその高コチ時測定法による年代測定から50年後には作られないようになり80年後には完全に終わったとされる。ただし、伝生国谷の素地と同じものが国谷用からは全く発掘されないことや前者に多くある目跡が後者には全くないなどから国谷は国谷村で作られたものではなく、 有田で作られたものとする説が出された。これに対し、藩主の命を受けた、後藤斎二郎が修行した地である有田から素地を移入し、九谷で絵付けのみを行ったという説が出され、国谷伊万里説と素地移入説で論争が起こっている。その後九谷焼は作られなかったが、文化年間になり、国谷の再興を目指して、加賀藩により新しい窯が築かれ、 その後明治期まで次々と新しい窯が作られ、合わせて最高九谷と称されている。最高九谷で最初に現れたのが、春日山陽で、京都より青木木兵衛が招聘され作刀が始まったが、木兵衛の作風は赤や青を基調としたもので、青で国谷の技法は見られない。その後最高九谷では一番の名声を博した吉田屋洋が国谷を跡地に作られた。 大正寺の合商、豊田伝右衛門が開けようしその屋号から命名されたものである。この吉田屋用では日用品が多く量産されたが、国谷同様高台に格服の入った青宿谷も多く作られた。赤を使わず塗り、毎種の技法を使うという青で国谷の技法を用いたものだが、青で国谷より落ち着いた濃さを持っている。全体として青く見えるため、 青く谷と呼ばれ、後世これに習った絵付けが多く行われるようになった。吉田屋用はわずか8年で閉じられ、その後番頭であった宮本や上門が宮本用を開いたが、精緻な赤い金乱の衣装が多く青しく谷は見られない。その後も民産用、若杉釜、小野用などが作られたが、家営年間になって大正寺藩松山村に著名な松山用が、 藩のの用用とするたた。めに始まり、吉田屋衣装を継いで青谷が作られた以上のように、国谷、吉田屋用、松山用で、青しく谷が作刀されたとするが、国刀として取引される青しく谷うち、国谷では350年を経ているため多くが伝承されているとは考えにくい。吉田屋用では、購入時に日用品であるのに、 箱書きとしてその名を記したとは思われない。松山用は官営であったため多くが作られたとは思われず、また全般に、後世のように作者名があったわけではないため、結局伝説の青しく谷の心眼は決めがたいとされる。市場でこれら用として取引される伝説品の多くが次の明治以降のものである可能性が高いと思われる。明治維新でなった、明治政府は、 開国に沿って、食産工業を推進し、伝統工芸品の輸出を奨励した。そのため、九谷では、各国の博覧会に出展指名制を得、多くを輸出した。明治前期には、九谷焼の8割が輸出に回され、輸出当時期の1位を占めるようになり、ジャパン九谷のブランドは、イヤーが上にも高まった。現存する、半島半地をする骨董と,としての青種九谷の多くが、 この時期のものと推量され、また、明治前期に輸出された九谷が逆輸入されているものも多い。青しク谷はその後も、徳田八十吉などにより作られ、また現在も工芸品として、金沢を中心として売られている。島崎進による分類、九谷焼330年より引用、川島達郎、小クタは、有田で生まれた科学朝日には、渡る、か。 編、久谷焼330年、寺井町、久谷焼資料館、1986年には、渡る、ほか、編、久谷焼330年、寺井町、久谷焼資料館、1986年、ありがとうございます。